スーパースター、はい、フィッシングスーパースターです。のおちゃんがめっちゃ教えてくれてますけど、声がいっぱいおるよってね。声がこういっぱいおるよって今めっちゃ教えてくれてるんですけども、ということでカーピング、早速ね、モッサでおっちゃんの言うとおりに違うのでね、さあスタートします。風が強いね。お、逃げたな。難しいとこ入ってるね、あれ。逃げたな。風がめっちゃ逆やね。すごい、すごい嫌いますね。コマはあれ狙います。そこ漁ってるんで、チャンスはチャンスだけどね。うわ、風に引っ張られる。ちょっと反応したね。当ててもだ。いかんな。わあ、すごいな。なんでこんな逃げんの。すごいいっぱい来た。これはいかんな。ナマズもおるな。ナマズやろうかな。ナマズを見つけてるんですよね。どこ行ったっけ。消えたな。口動いてるな、これ。そう、惜しいね。うわー、ちょっと暴れたな。いかんな。散ったかな。大きかったけどね、今の。見切るな。食いに行ってんねんけどね。これは難易度が高いです。来てんのかな。ここもいけそうやけどな。すごい、おるな。スナケベ上がったね。
こんなの入っとるけどね。あ、ナマゼ。これナマゼやろ。わっ、でっか。すごいナーバスやな。よっしゃ、よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ。やっと壊せれました。よっしゃ、口パクパクしてる個体とそうでない個体を見極めて、口を動かしてる個体の前に送り込みました。一つ問題が生じましたよ。網届くんかな。大変なことになってきました。撮影をお願いしているお兄さんに 寝そべってもうてます今。入るかな、入れへんね。もっと強く誘導します。よっしゃ、入った。うわい、ありがとうございます。お兄さん、ありがとうございます。僕の広大な市場、大西さんが撮影してくれて、ランディングも行くぞ。ありがとうございます。よいしょ、うわー、交代。大西さん、これがカーピングです。今日はね、ほんまに難易度が高い。一番の原因が、風が下流から強く吹いてることで、ナチュラルにはもう流せないっていうのが一番の難点やってんけど、やっと壊せました。行くよ、カーピングスーパースター。そうか、イエーイ、やっと壊せれました。お兄さん、見てくれましたか。はい、見ました。今のがリアルカーピングですわ。さすがです。いやいやいや、めちゃめちゃ難しい。今日なかなか反応してくれへんしね。難しいところ、寝転がって撮ってくれてありがとうございます。あれ多分ナマズやわ。柄が見えてる。ゴマちゃんみたいになっとる。頭隠してるのナマズやと思うんだけどね、あれ。ナマズでしょう。完全寝てはるわ。こんな寝、失礼な寝方ある？うん、ヒレ見えてるね。ナマズやね。頭だけ突っ込んで。口を下流から見ると口を動かしてかどうか見えへんな。もう無理やろうな。これが餌を食ってないね。ここはいっぱいおるけど。